5月20日木曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田浩二の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です日本放送飯田浩二の OK コージーアップこのあと8時まで生放送です えー、今朝方、ですね、うん、あの会社に向かってくる道すがらもそうなんですけれども私あの、この有楽町の、ね、日本放送に向かって、まあ、南の方からですね海沿いをこうずっと上がっていくという感じになって東海道という、ね、をこう上がっていく国道1号上がっていく感じになるんですけどもそうするとあのだんだん近づいてくるとですねあの東京タワーの脇を通っていくわけです、はいで。普段だだととこの時時間だとねももう4時ぐらいでも 明るくなってますからね。うん、結構くっきり見えるんですが、今日は霞んでたね。そうですよね。霧が濃いですよね。ね<ー>現在ですね、関東地方はもう全域に濃霧注意報が出されていまして、うんえー、午前中特にですね霧で見通しの悪くなるところありますので、まあ、車運転される方、くれぐれも気をつけくださいね。ねだいぶ明るくなってきたんでね。はい、あのー、あれですけれども、でもまあ車運転するときはねちょっと気をつけた方が良さそうなという感じで。 まあなかなかねあの生活の見通しもワクチンどうなるんだとかこういろいろねもやもやする中ですけれどもまああの昨日のお昼ごろはおめでたいニュースが入ってきたと星野源さんと荒木結衣さん、はい、結婚 ねえ。右端っんということで。ねえ。ねえいや、後ほど、あの、エンタメトレンドアップのゾーンで詳しくは扱いますけれども、ツイッターのタイムライン見てても、この工事アップのね、リスナーの方々でも、愕然としたとか、やっぱりこのぐらいこう気持ちが、 あの変化するもんなんだなと <laughs> <ー>私自身はこのあの逃げ恥とかこういろいろほとんど見てなかったんで,ですね <laughs> あ<ー>あそうなんだねと、まあ、ただあのツイッターのタイムライン見ててやっぱ思ったのがですね、はい、えー、あのー、星野源さん、うん、えー、えー、私とほぼ同い年と。 おぉ星野源さんは1981年の早生まれなので、はい、生まれ年としては私と一緒なんですけれども、ただし、えー、学年としては一行上の松坂世代になると。いうことでありまして、もうね、あの、ツイッターのタイムラインでも、皆さんご存知だと思いますけれども、飯田さんと同い年なんですが、もう、あの、めんどくさいんで写真もあげません、みたいな。 そう言ってどういうことだよと。思いながら一人スマホに昨日の昼ぐらいに突っ込んじゃったんです<笑><笑>あの、あえて写真並べなくても分かってんだろうみたいな感じですね。もうみんなもう同意してるというか、心の中でこう分かり合ってるところありますよね。いや本当にね、やっぱり世の中ってのは不公平だなっていうのは、<laughs> こういうところでも分かるわけですよ。<laughs> い,やいや、いや、ね、何にしちゃいますか本当に。でもさ、あの、いろんな分析とかこうね、うあの、記事としてで、で、やったりなんかして、その株価の話とかさ、<お>なんかあの、有名な女優さんが結婚した、<お>えー、次の年、あ、次の日は、 株価がサウルだとかなんとかとかいろいろあったんだけども、これ早く言ってよと思ったのが、うん、この逃げ恥ってやつもさ、結局、あの、ドラマの中では夫婦役みたいな感じだったわけでしょ、はい、この二人っていうのが。えー、で、やっぱあの、そういうこう、なんかね、一緒に暮らすとどうだとか、うん、こう、そういうこう、ことを、こう、あの、想像させるような、 あの、話の持っていき方とかをすると、こう、実りやすいみたいなことがですね、なんか、あの結婚カウンセラーみたいな人の、こう、書き込みとかにあって、<ー>で、あの、そこに書いてあったのが、あの、もし、俺が君の彼女だったとするじゃんっていうのは、ええー、女の子を口説くときの王道ですって書いてあって、それ早く言ってよ、っていう <laughs> 何その技を使おうううと思ってたんですかいや違違その技に今そこで僕は気付いてこういう手があったんだみたいなねまるで高校生がホットドッグプレスを初めて読んだ時みたいな衝撃を受けたんですあっっっととででででも私んんんんんんんままりそそうううういいいいい方好きじゃななななすけどどねささららにににこここ否定れたたしだだだ俺はてて勝勝手手を考えるろ思せよ。 <laughs> って思いませんかなんかその仮定されると <laughs> やっぱあれだな <laughs> <え> <laughs> あのー、成功が約束されてるやつってのは世の中にいるんだな<笑><笑>どういうことですか、はい、もともと行為があるところでそういう言動があったからこううまくいくんだってもともと何もない無風状態では船は動かないってことがまあ今の一連のやり取りでもよくわかってます <laughs> 確かに気になってる方 言われたらそうですね悪い気持ちはしないのかもしれないですね。なるほどね。突然言われるとなんだってなるかもしれないですね。私は地道に精進したいと <laughs>、えーえー。皆さんも地道に精進していきましょう。ね、頑張りましょう。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。えー、ニュースについても様々ご意見をお待ちしております。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新魚アナウンサー、番組スタッフ、えー、みんなで作り上げるニュース番組です。 あのー、オープニングはあの珍しく芸能の話題から入りましたけれども、有名女優が結婚の発表があると株価とかが下落するって、まあ、これ、穴まりとか言って、ですね、まあ、そんな、まあじ日けに過ぎないというところがあるんですが、<ー>ツイッターで指摘していたのが、伊田、はい、さん、すでにビットコインが下がってますよ しかもですね、このビットコインの下落っていうのがですね、えー、昨日の、まあ、日本時間の夜10時半ぐらいだったと思うんですけれども、あの、前の日から3割ぐらい下落してガーンと下がったということがあって、すで<え>に出てますよみたいなですね。<ー>いや、こじつけですよこじ <laughs> つけだと思いますけどもね。はい、まあ、あの、それも含めてですね、昨日は日経も下がっております。ここのところ株価も何兆ということもあると。こういうこともあるんで、今日のコメンテーター、明治大学准教授経済学者 井田康幸さんですがまず六時半過ぎご登場いただいたところでは、えー、足元の相場の状況等々も解説をいただこうと思っております、えー、そして時第取り上げるニュースですが IOC の IOC と、えー、などとですね、えー、日本の東京オリンピック組織委員会との、ウェブでの会議というもの、調整委員会の会議が昨日行われました。えー、それについて、それからアメリカ FOMC の4月の議事録について、えー、さらに JR 北海道がですね、来月1日160人の一時帰給を検討しているというニュース。えー、さらに改正金融機能強化法。まあ、これはあの、地方も、 を中心とした銀行の再編等々も含めてというところ。さらにアメリカのバイデン大統領が EV、電気自動車等々の製造で中国に対抗するということを19兆円の投資を表明したというあたり。まあ、さらに今日はですね、新聞にも ユニクロの一部商品が、アメリカの通関差し込められていたという,う話がありました。えー、米中の様々なつ付き合わせについても聞いていきたいと思います。今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントします。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。 えここが気になるです。えー、スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ今日もバラバラという感じ。まあコロナについてというところもえあったりもしますが、えー、産経新聞1面トップは高齢者接種感染拡大地域遅れというものが出ております。まあ感染拡大地域に関してはこれ人口の多いところが多いということもあって、うーん 打つ人の数の足らなさであるとかあるいは当初は、えー、そもそも1ロット以上を必ず基礎自治体市区町村には配るというようなことがあったのでまあ,あの相対的に人口の少ない自治体は早く終わって人口の多い自治体は知事として進まずということがまあ、今顕在,顕在化していると、えー、いうようなことが出てきているのかもしれません、えー、東京新聞はコロナ療養者投票へ進歩ということで、えー、コロナにかかってしまって外で歩けないという人に限って、えー、郵便での投票を可能と するような、えー 法律の整備というのを今国会でも進めていこうというそんな話が出てきております。それから朝日新聞はあの愛知県知事へのリコールの署名偽造事件についてです。事務局長が昨日逮捕されたということそして妻、次男、事務局員もということが一面トップから展開と、まあ、愛知県警が署名偽造の疑いで捜査をしていると。まあこれは捜査の中身というものをこう見なくてはいけないというところですが当然 だからあのこれが事実であれば民主主義への冒涜であることは間違いないということですので、まあ、厳正な捜査とそしてそれが、えー、さまざま明らかになるということを期待をしております、えー、それから読売新聞は一面トップ留学生へ安保技術規制と、えー、中国を念頭として、まあ、技術の流出を防止するということで。 政府がま法律の運用を厳格化することを検討しているということです。えー、法律の運用具体的には外為法ということになります。まあ、確かにこの技術の面であったりとかってこれ。 あの日本にはスパイ防止法等々というものがありませんので、情報流出に関しても外為法でやるしかないとえいうことになってますが、まあ、これがね、どこまでこの厳格化によって対応可能なのかというところは議論分かれるところでもありますし、諸外国のような制度を整備しなくては、中国に対抗するのは難しいんじゃないかという指摘もあることは事実であります。 えー、そして、日本経済新聞一面トップは、G、岸防衛大臣の、との単独インタビューについてです。えー、見出しにはこうあります。GDP1% はこだわらず、えー、防衛費要求段階で、ということが出ております。まあ、あの、これからですね、えー、概算要求というものに入ってくると、来年度予算のもう話になってくるというところで、まあ、あの、それについてですね、もう、 念頭に置きながらということは当然あると思いますけれども、まあそれだけではなく、このあのインタビューの中でも指摘されておりますが、日米首脳会談の共同の声明の中で、日本の防衛力の整備というものも乗り込まれていると。で、そこにあたって、法律の整備等々もありますが、何よりも予算というものをつけなければ、実際のその装備品だとかも含めて動くことができないと。まあそれどころか、 ねえー、定員の問題だってあるとこういうところもありますので、まあ、GDP1% 厚いつまでこだわっているんだと、えー、もう明文化されたその縛りというものはない中ではあるんですけれどもまるで不分率のようにいまだに、えー、これにとらわれているというところ、えー、いい加減、ですね現場からのこうニーズの積み上げによって予算を作るということをしなければ、えー、日本を守れないんじゃないかというところでその現場の声というところでいくといや我々がいくらこう ね整備をしても周りの土地だとかも含めてもうあの丸裸になってるんですよというような音はまあ,あの自衛隊関係者などからも聞くところででそれについて少し制限をかけようというところで。ですねあの え、重要土地、まあ、あの、駐屯地の周りだったりとか、あるいは、重要インフラ、え、原子力発電所等々の、お、周りの土地の取引を規制するという、法案を、お、これ、あの、すでに、政府は国会に提出してるんですけれども、え、これがですね、昨日、ようやく、内閣、衆議院の内閣委員会で審議入りしました。本当はですね、先週の金曜に審議入りするはずだったんですけれども、え、野党、お、立憲民主党共産両党が、 ですね。突如として審議拒否をしだしたと、えー、それは内閣参院を呼ぶ呼ばないみたいなですね、えー、話で審議拒否をしたということがあってこれ遅れていたんですけれどもこれ参議がですね政治面に出しております与党入管法二の前警戒と土地、えー、規制法案衆議院で審議入りをしたということなんですがまあ元々これ対決法案的な位置づけの問題もあったんですけれども、えー、国会これからもう1ヶ月き ている中で、えー、衆参両院通せるのかただこれ一刻も早くやんないといけないとあのー ね、え、元、官房副長官法の金原信勝さんが、この法案が、ちょうど、検討されている段階で、番組で解説もしてくださいましたが、こういうのがあるだけで、そして、例えば政府職員が、え、登記簿を見るということが、今までは、あの、プライバシーの問題等々で、全くできなかったということが、これができますよっていうのを法律に明記するだけで、え、え、相手側はビビって取引をしなくなるという、まあ、ある意味、こう、ナフタリン的な法案なんですというふう。 表現をされてましたけれども、そういう意味でも、この法案ができるだけでも抑止力的な効果があるというところはありますので、これ、一刻も早く成立させないというか、遅きに死してるという部分はもちろんあるんですけれども、しかしながら、えー、今国会で成立できるかどうかと、まあ私はですね、一刻も早くやってほしいというふうにも思います。 ここが気になるプラスです。この時間からコメンテーターの方々を登場いただきます。今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますさあ、まずはですね、えー、昨日の日経反落、うびっ コインも急落そしてニューヨークダウも連れて下げると、はいえー、いうことがありました足元どうご覧になりますかはい、えー、やはりですね大物女優が結婚すると株価が下がるというね <laughs> やっぱりそうなんですか <laughs>、えー、っていうわけじゃないんですけれども <laughs>、えーえー、もちろん、えー、はい、えー。やはりですね、えー、今あ一つ株価については、えーえー、アメリカでいよいよ財政の拡大に伴うインフレ懸念が 顕在化してます、はい、でインフレの恐れが出ると、アメリカの中央銀行 FRB はどう考えるかというと、そろそろ金利を上げる準備をしなきゃいけない。つまりインフレになってしまうと、 とまあ、特に4%台のインフレになると少し金利を上げる準備を始める何をやるかというと国債を買う量を減らす、はい、そうすると国債の利回りが上がりますからうそうすると相対的にや株より国債の方が有利じゃないかということでやっぱり株価を下げることになるんですけれどもやはりですね、えー 以前からかなり一本上司に近い形で株価上げてきました。はいえー、そういった中でそろそろ株価に高値警戒感が出ている。これが一つ理由ですね。で、もう一つ仮想通貨、はいまあ、ビットコイン、イーサリアム等も、はい、かなり大きく下げているんですけれども、こちらはですね、アメリカ、そして中国、それぞれの当局の規制リスクというのが出てきました。はい でアメリカはともかくとして、中国については、こういった仮想通貨が、国内の、ま、中国国内の金持ちの資産逃避の先になっているかもしれない、つまりは自分自身の財産を中国国内、または自民元で持っていると、政治リスク、つまりは没収されるとか。 そういったリスクがあるので、資産をかなり仮想通貨に逃がしてたんですね。で、えー、これ中国当局としてはさ、たまったもんじゃないっていうことで、はいえー、やはり中国人民銀行等が、まあ、ビットコイン関連業務禁止、えー、各商業銀行に禁止する通知を出したと。うんそうすると、かなりこの仮想通貨にとってメインプレイヤーの、はい 中国が規制するってなったらこれいよいよえその仮想通貨自体の存立自体が危ういかもしれない。 っていうリスクがちょっと、ま,まだまだちあの完全にこれで仮想通貨がなくなるわけじゃないと思うんですが、はい、そのリスクが出てきたということで、こちらもやはり値下がりする、うん、こういったのがあの複合的に今回、えー、生じていいる状況だと思いますね存立の危機っていうのは、これ、あのー、<laughs> この仮想通貨の裏打ちとなる、まあ、複雑なアルゴリズムの計算。ええ をまあマイニングという形で中国国内でやっている、それがひょっとしたら止まっちゃうじゃないかみたいなところまで連想したんですかねまあそうですねあともう一つ、この電力消費については、イーロン・マスクが言及しましたけれども、実際のところ、何も生み出してないわけですよね、このえ暗号通貨をマイニングっていうんですけれども。 その割に過剰に電力を食っていると、でアメリカ当局等は、この過剰な電力消費っていうのが、例えば地球環境等にどういった影響を与えるのかってなると、アメリカ当局も規制に乗り出す可能性があるっていうことになってるんですよ、ね、なるほど、き、え、ょ、ー、8時までお付き合いいただきますよろししくお願います、よろしくお願いします。 5月20日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。 おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸市香です。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。7代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。改めましておはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。お願いします。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、7代最初のニュースはこちらです。 IOC 会長、オリンピック開催を改めて強調、選手のワクチン接種80%以上を確信。 IOC 国際オリンピック委員会と大会組織委員会などとの調整委員会の会議が昨日オンラインで行われました。会議冒頭 IOC 会長のバッハ氏は大会の開催を改めて強調した上で選手村に入る選手らについてすでに75%がワクチンを接種済みか接種分を確保していると説明。大会時には80%を超えるとの見通しを示しました。 また IOC 側からは追加的な医療スタッフを提供する用意にあると提案したことが明らかになっております。明日まで開かれる。で、あの、この五輪の開催するのかしないのか、はい、あの、意思決定なんですけれども、うん、一応6月末が限度だというパウンド議員、はいえー、の発言が報じられていますが、うん、これ正直あの3月末って ってて言われてたじゃないいですかそういや言われてましたよねんなんか随分どんどんずれ込んでるわけなんですけれども実際あのいわゆるテレビ局等だけではなく、はい、スポンサー企業はもうすでに完全にやる前提で動き始めていてここから止めるというのがかなり困難になってる。 っていううのが現状だと思うんですね確かに今日読売新聞がちょっと書いてましたけど中国の CCTV <laughs> テレビ局ももうクルーも何も手配済みで、えー、機材はすでに日本に陸揚げしているみたいなあれっていうねあのなのでもうちょっと止まれないという非常にうんまああの状況だと思うんですけれどもでよくこのお、まあ、いわゆる75%ワクチンを接種済みって言ってますけれども、はい、別にあのその 選手が感染するリスク、うんぬんというのなのか、むしろその選手、またはその関連したクルーとかが持ち込む っていうリスクなのかう、はい、そういったところをちょっと整理して考えないといけないんじゃないかなとまあただいずれにせよちょっとこれ中止はなくなかなりあの難しい状態になってきてますとじゃあ次の課題は、はいえー、どういう形で開催するのか、えーえー、つまりは無観客なのか いわゆる50%規制なのか、フルにやるっていうのはちょっと考えづらいですけれども、はい、そういったオペレーションの方にそろそろ移らないといけない、うんうん、で何か特殊な事態によって、えー、本当のドタキャン状態で中止になることもあるかもしれませんが、はい、あのむしろですねやるとしたならば、こういう形ですというのを先に示さないと、うんうん、正直ですね、えー、どうもこのオリンピックのみならず、はい こ,このところ日本政府そして都、党が非常にあの意思決定が土壇場になってきていて、うん、うん、その直前にかつ合理的に決めるんではなくて、その時その時の空気と雰囲気で決めたり、はい、あとはまあタイムリミットが過ぎちゃったからしょうがないです。 っていう形で流されて意思決定することが非常に多くなっていて、えー、日本のその行政であったり、またはこういったオペレーションというものの問題点っていうのはかなり今明確になってきてるんじゃないかなと思いますね。うーん、まあ これねあのす、ー、でに海外からの、まあ、お客さんに関してはもうお止めるんだということが、ねえー、発表されているとまあその部分も合わせて考えると持ち込まれるリスクみたいなものがまあ昨今言われますが、うん、かなりコントロールはされているように見えますよ、ね、そうで,す、ねあので,えー、では今度国内で例えば今はまだあ 1都6県が緊急事態宣言出てますけれども <うん S 1> これに近い状態で全国から東京にみんなお客さん来てねっていうのをできるのかどうかですよね。<ー>かなり厳しいんじゃないかなとは思うんですけれども。その辺やっぱスポーツイベントを今 プっっったりとか J J リグだったりりととかかリーやってますが、そうですね。あの、これ、あとはもう一つは、他の政策との整合性の問題で、ここまで旅行するなって言っといて、はいえー、オリンピックには来てくださいっていうのは、ちょっと、あの、意味がわからないと。それは何によって合理化されるんですかと、はい、えいうところですよね。う おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。では、この時間取り上げるニュース、こちらです。アメリカ FOMC の4月議事録、今後資産購入縮小を検討。 アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は現地19日、4月27日28日の FOMC 連邦公開市場委員会の議事要旨を公表しました。それによりますと、多くの参加者が政府の財政刺激策、新型コロナウイルスワクチン接種の進展、抑え込まれていた需要、高水準の貯蓄で消費の支出が支援され続けるとの見方を表明し、 経済の急速な進展が継続すれば今後、FOMC でテーパーリングと呼ばれる量的緩和の縮小をめぐる討議を開始することが適切になるとの考えが示されたとのことです、えー、アメリカはいよいよこの議論が始まるというところですはい さらにですね、こういった経済を刺激する方法というのは、財政政策と金融政策があると。それぞれ特徴があるんですね。金融政策っていうのはすぐ発動できる。その代わり、金利の上げ下げや将来金利をどうするかというえ話なので、業種別とか地域別とかそういったことはできない。 一方で財政刺激策っていうのは、はい、なかなか決められないし時間がかかるその代わりに、えーまあ、ある程度強弱をつけたり支出、うんえー、どこに支出するのかっていうのを選べるっていう特徴があるわけなんですけれども。はい で、もう一つの特徴、財政政策って走り出したら、ちょっと止められないんですよ。<laughs> ああ、なるほど。だって、いくら使います、はい、予算組みました、うん、あ、やっぱりちょっと加熱気味だからやめますって。無理なんですよね、うん、政治的に、うんはいえ。そうなると、今、アメリカは、莫大な額の財政刺激やってますし、うん、今後も続けると。うん、そうすると、何があ警戒されるかというと、それによって、インフレ、物価、 物価が上がっていく。で、物価が、例えば2%程度上がるっていうのは、うんはい、むしろ望ましいんですけれども、4%、5%、さらに6%ってなってくると、うん、ちょっと経済の刺激を弱めなきゃならないんだけど、うんはい、財政は急に止まれない。すると、うん、いわゆる金融政策の方で引き締めないといけないんじゃないか。 で、アメリカ、徐々にインフレ率上がってきてますので、はい、どこかの段階で金融緩和、今、えー、やっている金融緩和を少しずつ縮小していくべきなんじゃないかって議論は出てる、ただ、今すぐじゃない、今すぐやったらさすがにあの経済の悪影響が大きいですから、はい、だけど、その準備はしなきゃならないっていうところで、 アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦制、連邦準備理事会は、かなりあの難しいコミュニケーションを迫られてるわけですよね。準備したり議論しとかなきゃならないけど、準備したり議論し,たしてるぞっていう理由で株価が下がったり。 また国債の利回りが上がったりするっていう,う、えー、ところで、この情報発信、アメリカの FOMC の情報発信っていうのは今後もちょっと注視していかなければならないところなんですよ。うん、ある意味、あれですか、まだ動かないんだけど、まあ、とりあえず、あのー、 頭のの隅にだけ置いいいいてほしいぐらいのそうです、ね、<laughs> あと、あの、現実にテーパリング、うん、つまり金融緩和、あの縮小を始めるとしたら、それに対して、どういう順番で、どの期間でっていう準備必要なので、うんはい、いわゆる中央銀行の中では議論しておかなきゃならない。ああ、実際の手順というものて組織動かさなきゃならないなので,で、それが外に漏れ伝えると、おーテーパリングって。 金釜<で>始まるぞ、金釜の縮小始まるぞみたいなので、えー、市場がざわつく<ー>、えー、なおさらですね、今、あの為替相場、あと株式相場、あとちょっと不安定化しているところなので、えー、ちょっとした情報発信が相場の流れを大きく動かしてしまう可能性がある、はいえー、ここでどういう、まあ、情報発信していくのか、やっぱり一応、うんうん、そんな目先とか直近での。 金融緩和の縮小はないんですよっていうのをどうやってマーケットに信じてもらうのかっていうのがポイントになってる。僕自身はやはりあの目標となるインフレ率、いわゆるインフレ目標であり、えそれを超過する、これのオーバーシュートっていうんですけれども、はい、どのぐらいの期間何パーセントを超えたら何をするのかっていう数字に紐付けた行動について、はい あのこれ、アメリカのインフレーションターゲットを法律上取ってる国ではないんですけれども、うん、え一応、中銀からの情報発信として検討していく必要あるかもしれないなと思いますね。あ今のところは、まあ、2%ある程度超えてきても、金融緩和続けますよっていうのは、うん、まあパウエル議長なり、あるいはイエレン財務長官も言っている、はい。どのぐらいなんだって話ですよね。あそれを、気の早い人は、じゃあどこで言うんだみたいな話でそうそう,そうそう。あ8月に 各国の中央銀行の総裁集まる会議あるぞ、あそこからな話が出てきていると。うん、これ、他方、日本で、その、物価の目標だとかと、金融政策というのをきちっと紐付けるべきだっていうのは、あの、審議員の片岡さんはずっと言ってますけれども、はい、こういう議論が出ると、じゃあ日本でも縮小みたいな話が。そうなんです、そうなんです。気が早く出てきちゃいますで,で、日本の場合は、インフレの命も出てきてないわけですから、うんはい、えむしろ、おまあ、 一昨日発表された GDP、1、3月期速報においても、GDP デフレーター、はい、国内需要デフレーターはマイナスです。なので、日本ではもうこんな議論、はるか先なのに、やはりアメリカでテーパリングの議論が始まると、どうしても引きずられるところはありますよね。うん、でも日本とアメリカでは、地合いが全く違うというのは、頭に置いておかなきゃいけれ、うん、はい、えー、そしてもう一つのニュース、こちらです。 JR 北海道、来月1日160人の一時帰休を検討。JR 北海道は昨日、北海道への緊急事態宣言の発令を受け、休業手当を払って従業員に一時的に休んでもらう一時帰休を検討していることを明らかにしました。主に本社勤務者や駅員らを対象とし、来月6月に一日あたり160人の規模を想定しているとのことです。 え、これ、去年の5月から7月もやっていたということなんですが、うん、運輸格差厳しいですね。はい。今、まあ、一時帰給っていうのは、まあ、要は、従業員に休業をさせると。その代わり、休業してる間は、え、まあ、大体まあ、一応、法律上は6割以上の、普段の6割以上の賃金っていうんですけど、大体8割ぐらい払うところが多いようなんですけれども。はい。で、もともとですね、え、JR 北海道と JR 四国、 極めて収益環境が悪いんですねうん,うんあのまあ JR 九州も結構厳しいんですけれども三島会社なんて言いましたねうん、うん、三重化当初だってもともともうかる路線持ってないんですからそうなんですよねそうなんです大規模の中字を抱えてるローカル線多いですからね、うん、でそこへ来てさら、えー、に、まあ、地方ご出身の方などご案内かと思いますが あんまり JR 使わないじゃないですか、みんな。車使っちゃう。車使う、うんえー。いわゆる、公共交通機関を使うのは、まあ、学生はいえ。お年寄り、うんうん、ぐらいの話で、そうすると、その中で、唯一の頼みの綱だった観光客も来ないわけですよね。はいうん、コロナで、えー。そうなると厳しい。ですから、いわゆる、あの、 ま、三島の、北海道、四国、九州の JR については、はい、今後経営をどうやっていくのか。まあ、ありていに言えば、一時的な国、再国有化に近い形で、<ー>え交通インフラを維持する必要っていうのも、 これが長引くようだったら出てくるんじゃないかと思いますね。うん、昨日の社長の会見の中では、まあ、本当に赤字の厳しい一部の地方路線に関しては、うん、もうバスに移管した方がいいんじゃないのかというような話まであったようですね、うん。そうなんです。ただやっぱりですね、この鉄道というのは、少し、うん、あの、 まあ別格の意味合いを持っていまして、やはりバスに比べて圧倒的な輸送力なんですよ。<ー>で、例えばまあ北海道の場合、かつてえまあ多く維持されていたのは、やはり防衛上の理由というのがあった。<ー>で、今後もそういった理由付けであったり、インフラとして、 儲からないけど持っておかなければならない路線っていうのも選定していくそれに対して公的資金を投入していくという方法もやはり検討されるべきなんじゃないですかねうん小さな政府路線ここでもやっぱりちょっと行き詰まりっていうところになってます,、ね、すねそね、うんえー、この時間飯田泰之さんとお送りしてまいりました「日本総動機の方」この後も飯田さんにお付き合いいただきます続いて「教えてニュースキーワード」です 改正金融機能強化法合併や経営統合に踏み切る地域金融機関に交付金を出す新たな制度を設けるための金融機能強化法の改正法が、えー、昨日参議院本会議で可決・成立しました、えー、今年7月施行の予定ということですが、はいまあ、地銀の合併とかそういうところになってきますかこれはそうですね、えー、このの地方銀行の経営、えー 全般的に非常に厳しい状況になっています。ただ、本来であれば、これからビジネスにおいては、こういった地域金融機関ってすごく重要なんですね。なぜかというと、どんどんビジネスが多様化していくと、お金を貸すときに、しっかりとその貸し出し先が見える。 または肌で感じることができる金融機関じゃないと貸せなくなっていく。これはベンチャーキャピタルについてよく言われることなんですけれどもシリコンバレーでは自転車で行けない会社には金貸すな。 っていう、よく言われるんですね。そうなんですかはい。えー、要はですね、その目が届いたり、その周囲の評判とかを聞けるところじゃないと危なくて金なんか貸せねえよと。ほー。特にベンチャーキャピタルみたいな。そう。 で、これから日本でもどんどん、今まで通りの装置産業といいますか、土地持って、機械持ってっていう産業じゃ、もう特になくなってるので、なおさら、貸し出し先と近い金融機関って重要なはずで、そういった、あの、ま、新しいビジネスに密着してお金を貸すってシステムに、地銀が移行しておかなきゃならなかったのに、地銀はそれやってこなかったんですね、多くの地銀は。で、じゃあ何やってたか、 っていうと一つは団塊ジュニア世代があ,ある程度ボリュームがあったので、はい、彼らの住宅ローン、はいえーま、で正直言うと住宅ローンってそんなに難しい融資じゃないんですよ。だって、ま、いわゆるある程度固い勤め先を持ってる人に、はい、がっつり担保取った上で貸す 住宅、土地、全部あるわけですからね、そ,ねそうそして勤め先も審査できるわけですから。で、それがだんだんと傾いてと言いますか、団塊ジュニア世代が、買う人は買い終わっちゃったら、<ー>今度は消費者金融っていう。ーカードローンとか。カードローン。 ということで、ちょっとね、あの今、苦境に陥っているう、まあ、地銀、うん、少なからぬところが、そういった地元のビジネスとしっかりと結びついてこなかった、はい、一方で、えー、今ですね、えー、この合併や経営統合によって、えーまあ、大きくなる、むしろ経営統合する、うん、合併する側、主体的に動いているタイプの、えー、地域の金融機関、地域金融機関っていうのは、うん、これを結構やってきた。 例えばあの、まあ、地方銀行でいうとしっかりしたところだと、えー、例えば地元の中小企業の事業継承をつまり2代目に、えー、移行するためのスクールみたいなのを形だけじゃなくて本当に1年間ずっとその地元の2代目、えーまあ、もしかしたら今だったら3代目かもしれないですけれどもになる人の学校みたいなのを作って。 で<ー>経営者同士の交流の場にもなりなるほどそこで新たなビジネスが生まれたりとかもするしそうなんです,そうなんですさらに言うと、うん、その銀行のこれから支店長とかもっと上に行く人たちがそのキャラクターも込みで、えーはい、その会社の情報を取っていくああ今までみたいな担保がどうだとかじゃなくってそうそうそうで、うんまあ、もちろん担保も取ると思いますけれども、えー、あの なんて言いますかあ、そうそう。実はあの、担保を貸し出し主義が、うん、え何かあの、テレビ等だと、何か日本特有のなんかあのシステムかのように言う人がいるんですけれども、ねはい、あの、海外でも基本的には担保は取りますよ、金融機関は。そこはもうリスクの管理として。うん、はい。で、あの、ただですね、えーま、日本の場合は担保以外のものを見ないんじゃないか。はい っていうところが問題なんですが、はい、やっぱりあの、どんどん経営拡大していくところは、そうやってちゃんと会社を見る。あとは、あの、担当者が会社と付き合うっていうことを通じた審査機能っていうのを育ててきた。うそういうところどんどんですね、えー、まあいわゆる県の境を越えて県外にどんどん貸し出したりしてるので、はい、そのうち、うんうん、あれ例えば、あの、 この県の県名がついてる銀行よりも他県の地銀の方が新しいビジネスにどんどんコミットしてくれるなってなってるのもこういった地銀経営の統合に対する一つ背景になりますよね、うん、でそこで、そうやってこうシェアがまああの他県で多くなったりなんかして、うん、そこで合併しようとするとシェアが大きくなりすぎるって言って、うん、こう止めに入ったりなんてのがありますよ、ね、まあそうですね、この河川問題というのは今後どんどん小さくなっていくと思います。えーうん、だって そもそもお金に国,国境すらなくなってるんで県境ななてまるでないでいすからね,ね、うん、県内のシェアとかで考える方がなンセンそうですね、えー、今日のキーワード、改正金融機能強化法でした、これ、ポストコロナでより重要になってきますかそうですねう お送りしております。OK、工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、新庄一花がお送りしています。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースをスキッッ、スケベプバイデン大統領、EV 製造で中国に対抗、19兆円投資を表明。 アメリカのバイデン大統領は現地18日、ミシガン州にあるフォードモーターの EV、電気自動車工場で、自動車産業の未来は電気だと演説しました。そして EV の製造で遅れをとっている中国に対して、EV 関連に1740億ドル、日本円にしておよそ19兆円の巨額投資をし、対抗する考えを示しました。電気自動車。うん。 はい。日本にとっても一言じゃないですよね。あの、やはりアメリカの場合は、はい、まあ、都市間の長距離の自動車の運用というのが多いので、えー、あまり電気自動車に傾斜してこなかったんですね。はい。やはり街乗りが多いヨーロッパ、または日本ですと、まあ 日本の場合だとやはりハイブリッドが先行しましたけれども、えー、え伝統的にこの電気自動車またはハイブリッド車というのに消費者側のニーズも高まっていた。えー、で、この製造業には学習曲線という現象があります。ほうほうこの学習曲線っていうのは同じような製品を作れば作るほど その生産効率が上が上っていくうん長くたくさん作ってると勝手にだんだんコストが下がっていくっていう現象があるんですね。な,るほどなので例えばですね、はい、中国がこれから EV の生産を拡大して。 また、今も十分多いですけれども、それ年数経てば経つほど、どんどん中国側には、技術が蓄積されていく。これは、あの、超高度な特許とか、まあ、発明といった技術だけじゃなくて、現場の行員のちょっとした慣れとか、あとは、あの、そういった工場のオペレーションでの中間管理職の工夫とか、そういったものが地味に積み重なると、 結構年数経ってからどんなに金かけてももうそれは取り戻せない差になってしまう。だからこそ今のうちにいいということでやはりこの EV に手こ入れをすると。はい、トランプ政権ですとこういったところでだからまああのむしろ EV を普及させないでアメリカの優位があるガソリン車を っっていう方に行ったんですけど、はい、どうも国際的な流れを見ているとこの EV 系車を止めることはできないとそしてバイデン大統領自身ずっとこのいわゆる環境問題等について発信してきたので、はい、それとも神話的だと。うん で、ただ問題はですね、こういった EV、また一般のガソリン自動車であっても、その生産の今コアになっている技術っていうのを、を部品っていうのが半導体だと。で、この半導体については、アメリカ、まあ実際の作ってる、またはあの企業自体は米系の企業多いのに、実際の生産はほとんどアメリカ国内で行われていないと。はい。 これについても、いよいよですね、防衛上の理由から、えーま、安全保障上の理由から、一定程度の、まずは米国内産が必要であり、うんうん、そしてもう一つは、えーま、基本的には同盟国というと、 結局、まあ、えー、アメリカにとって半導体をたくさん供給してくれる同盟国っていうと、日本、台湾、韓国、あまあ、台湾同盟国ではないですけれども、えーえー、ということになる。なね、その生産能力を増強してくれないかっていうふうに依頼をしていくっていう方向にやっぱ進んでいくんですよね。う,ん,うん。まあ、折しも TSMC、まあ、台湾のこの半導体、特にファンドリーの大手ですが、あのー、 アメリカに工場を作るっていうのをね、しかも大規模なものを作るって発表がありました、ね、そうですね。もうこれ完全に政府案件ですよね。あ,<ー>あの、合理性、いわゆる純粋な経済合理性だけであれば、はい、米国内給料も高い、えー、そして今までのいわゆる工場蓄積もない。 学習曲線も働いていないところに作る意義あんまないんで、こういったものはやっぱりあの政府案件であり、台湾にとっては今度はえまあアメリカとの経済的な、そしてもちろん政治的な結びつきっていうのを強めていくことが、こちらはね、比喩的な意味ではなく、本当に直接的な存亡に関わる事態になっていますから、これはもう当然、 国台湾国内の企業も全面的に協力していくことになると思いますね、うん、そうですよね、もともと TSMC という会社自体も、リトーキーさん、うん、などの手こ入例で、国策で作った会社っていうところがありますもんね、そうなんです、で、えーま、先ほど来といいますか、ここのところ、緊縮から反緊縮へ、そして民営化からある程度公的関与へ、えー、というふうに。えーま これまでの30年間の小さな政府と民営化路線というのが反転しているように感じると。はいはい、でこれ何でなんだと言ったら理由は簡単で、うん、ある意味で言うとこれまでの小さな政府民営化路線というのはソビエトがなくなったということ。80年代半ばから、まあ、ソビエト、えー 国としてはありまして、もうちょっと続きましたけれども、はい、ソビエトの体調あの、体制がはっきりしたと。うえー、もうちょっと、うんお、どんどん縮小していくだろうと。うえー、なので、えー、こういったあ、ま、アメリカを中心とした反禁縮と民営化と、はい。確かに80年代のレーガン政権からこれ始まってるわけですからねあの。ソビエトに対してアメリカが冷戦で勝利したっていうのが明らかになってから始まったと。さて、さてえー、今はというと、新冷戦の時代だと言われる。はい そうすると、やはり常に安全保障であり、ある時には経済上の対立相手として、中国を意識しないといけないと、うそういうときにはやはりどうしてもですね政府のプレゼンスっていうのを高めた経済運営って、そうすると、先ほどご指摘の経済合理性からいくと、合理的ではないけれども。うん それ以上の、おある意味、価値観であったりとか、うん、政治的な思惑っていうものが全面に出る時代。そうですね。で、このアメリカ、中国間の新冷戦時代というのに、日本がどう立ち回るのかというのも重要で、はい アメリカとしては、アメリカ側としては、当然、日本にもう一度、まあ、世界の工場になれとまでは言わないかもしれませんけれども、製造業における派遣を、まあ、日本、台湾、韓国で並べると、やっぱり、まあ、なんというか、まあ、生産力一番高いのはやっぱり日本ってことになるので、うどうやって、 で、えー、保持してもらうかっていうのがアメリカの国際戦略上も重要になるし、はい、日本がこれから国,国際社会でどういった立場をお、まあ、取っていくのかあというのにも関わってくる問題だと思いますねこれ、その辺でね今日、まあ、各紙報じてますが日経は一面でも報じてます、うん、一面の脇の方ですがアメリカがユニクロの医療の輸入を停止したぞとウイグル問題をめぐって関税,税関当局が、うんえー、シャツを。 止めたといううん、うん、で、このあたり、その人権だとかも前に出しながら。 中国に対して甘い企業は、てんてんてんということがそうですねあの、まああ、こういったのを見ると、ですね、えー、ある程度以上の年齢の方、はい、ココムというのを思い出されるかと思うんですけれども、えーはい、これからあやはり、ですね中国,系、えー、中国国内で、えーまあ、かなりの生産拠点を持っているところが、どうやって撤収して、でその次、どこに移るのか。 まあ一部は国内に戻ると思いますし、もう一部は、まあ、東南アジアエリア、または南アジアエリアで、ええ、まあ、政治的なリスクが低いところ。で、その中で実はインドの役割が極めて重要なんですが、今ちょっとインドがコロナウイルス関連で、 非常に危機的な状態に陥っている、まあ。まだまだコロナウイルス関連では日本がまだまだの全然ワクチンの普及も進んでいないので何とも言えないんですが、この後同盟国としてのインドというのをどう考えていくのか、はい、アメリカも対応迫られていると思いますね。うん。まあワクチンがアメリカじゃあ間もなく余るみたいなこと言われてますが、うん、じゃそれをどこに持っていくるのか,か。どこに持っていくのか。まあ当然インドは大きな候補先になると。う えー、今日のスクープアップ、バイデン大統領 EV 製造で中国に対抗というところから、まあ、米中のおつの突き合わせ、日本どうするというところをお話しいただきました、えー。このコーナー含め、ラジオ、タイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でも配信していきます。番組ホームページご覧ください。